赤ちゃんの時から本当にお年寄りまで様々な人の健康づくりをサポートする仕事だと思います。初めてのお子さんですかね。健康になれるための環境を作るのが仕事かな。保健師になって今4年目です。健康づくりができるようなアドバイス、こうしたらどうですかとか、こうしてみましょうっていうことを実際にこう やってみて、それで効果が出たよとか、うまくいっとるよとか、そういうのをこう返してきてもらったときにすごいやりがいがあるなって。健康づくりって測る指標はないじゃないですか。何がもって健康とかってその分のチェック表を作ったりして、この赤い線が20日市の平均、青いのが自分のグラフなんですよね。自分のこの部分がここに出てくるんですよ。で、20日市の平均より自分はどうかみたいな、目に見えるものが欲しいっていうふうに言われたので、こういうのを作るきっかけになったんです。健康増進の事業の一つなんですけれども、地域で身近ですぐできるウォーキングっていうスポーツを広めるための、一環の事業。ウォーキングは何も道具も使わずすぐできるスポーツなので、それが市民の方に広まったらいいなということで、ウォーキングを推進してくれる人たちと一緒にこのウォーキング大会を開催しようと思っています。看護実習の時に肝臓が悪い人がおっちゃって、その人は自分が健康だって思って特にこう何も気をつけてなかった、それが肝臓がんだったっていうのが分かって、結構進んどっちゃって、病院ってもう病気になった人が来たりして、そうなる前に予防するっていうところがすごい大切だなって。もっと早い段階から健康にこう意識を持ってくれる人が出たらいいかなっていうのをすごい感じたので、それができる仕事は保健師だなと思ったので、本当に前向きな仕事だとは思います。それも街全体がそういう本来の街全体が中心で、健康を取るのにものすごい力を入れてくれてるんやなと。お年寄りのとこ行っても結構便利ですね。80、90の人がザラで、保健師が意欲を持って頑張ることで、この地域全体が本当に健康になるっていうか。いつも高いです。ここのとこ高いかかるんだよね。一人一人もすごい大切なんだけど、集団全体の健康づくりに関わってるんだなっていうのはすごくやりがいを感じることだと思います。